腹すいたよ。お腹すいた。何か食べ物。お腹空いてきたかも。誰かいないの？誰かいないの？あのガキめ、早速くたばっていないだろうな。これでくたばるようだったら、それだけのガキだったということだ。ほう、見事な木だな。おめえも来てたら強くなれっぞ。そんなの無理だよ。Yeah.
で俺様がこんなことを。余っていたことを抜かすようなら叩き直してやるぞ。面倒をかけさせやがれ。弱いままでは死ぬということを分からせてやる。ザコがいるようだな。すぐに片付ける。その程度だったか。妙なのが嫌がる。今のあいつには荷が重いか。始末するしかないようだな。ザコが手間を取らせやがって。マシャンコーザップ
さて、あの泣き虫のクソガキはどうなっているか。追い詰められて少しはマシになっているといいがな。あのクソガキだが、サイヤ人どもと戦うには戦力がまるで足りん。あいつの潜在能力に欠けるしかない。チッ、一度きりだ。今回だけは食い物を恵んでやる。この辺りにありそうな食い物はリンゴくらいか。まったく世話の焼けるガキだ。あら、この辺りか。この辺りはもう探したか。この辺りか。まったく世話の焼けるガキだ。この辺りはもう探したか。
どこにある？ザコがいるようだな。どこにある？この辺りはもう探したか。一つでは足りんか。この辺りはもう探したか。この辺りはもう探したか。これだけあれば十分だろう。世話焼かせやがって。怖いよ。お腹すいたよ。あ、リンゴだ。リンゴが落ちてた。ラッキー。ん？あれ？なんで夜なのにこんなに明るいのかな。Yeah, sure, check!
にしろ。シロ君、これどうだ。ちっちり。と。サイヤ人が来る前に地球は壊滅だ。月が深淵を描く時こそが我々サイヤ人の本領を発揮できる時ではないか。そうか、満月だ。まさか変身するとはな、サイヤ人の力。変身するには満月と尻尾が必要らしいな。尻尾も取ってしまうか。服と剣ぐらいはサービスしてやるか。俺は自分の修行をせねばならん。もう行くぞ。貴様が6ヶ月の間ここで無事生き延びることができたなら、このピッコロ様直々に地獄の特訓をしてやろう。死んだ方がマシだったと思えるほどのな。覚悟しておけ。